はい、どうもこんにちは。沖縄パパです。はい、スイカちゃんがね、育ってます。スイカちゃんが可愛いですね。はい、このまま順調に育ってくれることを願っております。まあ暑いんでね。はい、まあそういう感じです。雨がちょっとポツポツ降ってきましたね。はい、ネギも順調です。はい、ヨモギもね、順調でございます。フーチバーですね、フーチバー。はい、皆さんどうもこんにちは。これね、どんどんブログさんからなんですけど、まあこれも起きてるなって感じです。はい、市営ですね、市営。はい、市営で、ハートの禁煙でございます。はい、高校生の女の子みたいなんですけど、市営でハートの禁煙になっちゃったようです。どうやらね、お母さんもまあ若いしっていうことでちょっとだけ油断してたところがあったみたいですね、どうやら。はい、そんな市営ひどくないだろうと。まあ高校生だしね、育ち盛りだしっていうことで、でまあ当たり前なんですけど、このおっこちゃまですね、はい、お嬢ちゃまも食べてません。はい、食べてないにもかかわらずね、ハートです、ハートの禁煙になってしまいましたっていうことなんですよ。でとりあえず今なんか観察様子をちょっと見てて、まあ落ち着いてきたということで、まあ良かったんですけど、実はですね、同じようなことが他の人にも起きてまして、はい、これ、小鳥さんからの引用みたいなんですけど、その食べた人とね、なんか1時間ぐらい一緒にいたみたいなんですよ。そしたら急にね、ハートがおかしくなってしまったと。はい、そういう事例がございます。で、行ったらやっぱりね、真の禁煙の可能性ということで、一生懸命なんかデトックスしたみたいですね、デトックス。そしたらもう次、翌週かわかんないんですけど、とりあえず次行った時にはもうね、なくなってて、その症状がなくなってて、医者がこう首をかしげてたっていうことなんですけど、まあそりゃそうですよね。なのでデトックス有効です。はい、デトックス有効でございます。なので皆さんね、市営で、はい、市営でですね、そういうハートの禁煙とかになってしまいますんで、はい、まあこれ気をつけてない人は本当にね、まずいと思います。はい、この女の子ですね、はい、この女の子の高校生なんですけど、高校生の女の子なんですけど、この女の子も、まあお茶ぐらいは飲んでたと思うんですよ、デトックスでね。でもまあとりあえずそれ以上のこと知ってたかどうかは分かりません。お母さんもなんかちょっとね、これから頑張って、そういうことするみたいなこと言ってるんで、あんまり気をつけてなかったのかなと思います。はい、市営、まあどのくらいね、なんていうのかな、まあ学校の先生とかね、確実に市営を出してるんで、はい、市営って出してるんでね、なので、まあかなり長い期間だと思うんですよ。それが蓄積されて今出てきてしまったっていう状況だと思うんですね。なのでこれ気をつけてない人、本当にまずいです。はい、中にね、いろんな配信者さんで目覚めている系の人でね、全くこういうことに気をつけてない人がたくさんいますが、はい、気をつけてっていうもんなら、分断を助長するとかなんとか言われてね。でもその前に、多分ね、自分の身が危なくなるんで、そういう人はもう本当に、まあ老婆心から言いますが、注意された方がいいと思います。はい、とんでもない状況に陥ってくるでしょう。そういうことでございます。はい、まあこれもね、大変なことです。もう日々デトックスです。日々デトックス、もう市営充満してますからね、そういうことでございます。それではこちらの記事もね、どこかにこうぺったんこって貼っておきますんで、皆さん見に行ってください。はい、よろしくお願いいたします。また雨降ってきましたね。沖縄おばばでございました。はい、ちなみにですね、はいはい、バナナちゃんは今日もね、元気に、はい、昨日よりも今日とね、成長しております。はい、バナナちゃん可愛いですね。はい、それではまた、ごきげんよう。